アルタイ戦車とは、トルコのオトカ社によって、トルコ陸軍向けに、また、輸出市場用に設計開発された、主力戦車である。アルタイの名は、トルコ革命の最終段階で、第5騎兵軍団を指揮した、陸軍大将ファーレッティンアルタイを記念して名付けられた。国家戦車製造計画は、トルコ陸軍が使用する、主力戦車の生産や開発、整備などのため、独立した。 強靭なインフラストラクチャーの創立を目的とし、1990年代半ばに開発が始められた。2007年3月30日、この計画は、オトカシャとトルコの防衛産業時間の間に結ばれた協定サインによって開始された。この時、防衛産業実行委員会では、国産主力戦車のものとして4種類の試作車両の設計、開発、 そして生産のため、オトカー社とおよそ5億ドルの価値がある契約を締結した。これは1943年以来、トルコでは初の主力戦車の開発計画だった。その当時、トルコの国産戦車の試作車両はクルクカレで生産されていたが、全面的な量産に至ることはなかった。オトカー社はイスタンブールに本拠を置くコスホールディングが所有する企業であり、 トルコでは主要な自動車製造企業の一社である。2008年時点で、オトカー社は2万5000台以上の軍用車両を生産していた。この後、防衛産業執行委員会の後の採決に従い、下請け企業が以下のように選定された。当時のトルコの防衛産業の能力を改善し、また国防に対して自国が寄与する量を増やすという指示により、 防衛産業時間は国内のある防衛産業企業群を共同の目標へまとめるための優れた触媒として国産戦車を用いること、そしてトルコ陸軍に近代戦車の形状を持ち、より優れた火力を持つ車両を供給することを決めた。トルコ国防省はアルタイ戦車の開発のため予算10億ドルを配分した。軍用エレクトロニクス企業であるアセルさんは ボールコン3モジュラー化機関製システム、指令、操縦そして、情報システムの生産と組み立てを行う一方で、国営のマケックでは、回収されライセンス生産可能なラインメタル製 120mm 砲の量産と組み立てに同意した。もう一つ別の国営企業であるロケットさんは、複合装甲の設計を行った。試作車両の製造と試験が行われた場合、 トルコの防衛産業時間は計画実行に備え、戦車250両からなるロットを個別に発注する。総計戦量の主力戦車の生産が計画されており、ロットは250両に4分割されている。いずれの配備ロットでもアップグレードの追加が予想される。トルコ製、新型主力戦車、アルタイの初の 3D 画像が一般に公開されたのは2010年4月7日。 SSM によるプレスリリース中だった。リポートによれば、コロンビアからの軍事施設がこの戦車についてのより詳しい情報を得るため、プレス会議にも出席していた。この戦車は1 2 0ト、mm、ル格好砲を搭載するよう計画されており、また、化学兵器や生物兵器、放射性物質及び核兵器から守るために CBRN 防御装備を搭載する。 計画時の最高速度は時速 70km に定められ 1800hp のエンジン一機により駆動されるものだった。最初の2バッジの生産品では 1500hp のエンジンを搭載するとされた。この主力戦車は水面下 4.1m でも稼働できるものとされた。この戦車は国産で開発されたシステムと、そして韓国との協定サインによって容認された。 軽通戦車からの走行技術、これら双方に利すると予想された。エンジンの立候補には、ドイツのマトゥーフリードリヒスハーフェン車製のもの、また新型かつ開発中の韓国製エンジンがあり、最終的にマトゥーのものが採用された。最初に生産する2バッチは、マトゥー製 1500HP のエンジンで駆動すると、されるが、後期の2バッチでは、 国産の 1800HP エンジンで駆動するものとされており、2008年6月16日に SSM と工場のメンバーはトルコにおける主力戦車の生産と走行兵員輸送車に使うための 1800HP の国産パワーパックの開発に加入する可能性について議論を行った。2013年には日本の三菱重工業との間で トルコ国内企業との合弁会社を設立し、ディーゼルエンジンを開発する交渉が開始されたが、第三国にこのエンジンを積んだ車両を輸出することに、関して技術流出を警戒する日本側と話が折り合わず、2014年2月末に、この件は一旦棚上げとされた。その後2014年8月に、トルコ有数のディーゼルエンジンメーカーツモさんが契約を獲得。 2015年3月に1.9億ユーロで契約を結んだ。ツモさんは同年10月にオーストリアのエイビルとの間で技術サポートに関する契約を結んだが2016年トルコクーデター未遂事件以後オーストリアがトルコの人権侵害に対応して動き出し2016年11月に同国議会がトルコに対して武器禁輸措置を科す。 高速力のない措置を全開一致で採択した。その結果、トルコに技術移転の条件が与えられた。これによりツモさんは2016年1月17日にエイビルとの契約を解除した。アルタイ戦車は技術的な基盤となった韓国製 K2 戦車の強固な車体という特徴を共有するように見え、さらに再設計されたトルコ製の砲塔及び アセル3車製のボールコン、3モジュラー化機関製システムを搭載している。この戦車は、スタニッヒ4579、戦場目標識別システムを搭載して、配置につくものとされている。このシステムは小規模な戦車部隊の間の相互、運用性を確実にする。原型よりもさらに重装甲で、生産性を増強し、延長された車体には7個の天輪が設けられている。 対戦車ミサイルの攻撃を回避するため、高速走行する際の急激なブレーキングや大角度での起動を行う能力については開発段階初期から考慮されていた。隔離された弾薬区画は火災爆発抑制システムとともに爆発から戦車の搭乗員を守るために設計された。これは被弾、または事故の場合に起動するものとされる。この戦車は科学、 または、生物兵器による空気汚染を検知するためのセンサーを装備する。オトカの総責任者であるサードル GRG は、オトカが、アルタイ戦車用として、電気駆動エンジンの開発を考慮していると発表した。GRG は、この電気駆動エンジンは戦場における、敵側の熱戦映像カメラを用いた戦車の、識別能力を弱めるものとした。これに加えて彼は、 来年期間を搭載する車両はサーマルカメラに補足されうると述べた。オトカでは自社製のバス用に電気駆動エンジンを開発しており、また、アルタイ戦車のためにその旧型装置の設計を回収する作業にかかっている。2021年3月、長らく中断していたパワーパック選定において、トサンインフラコア及び S&T ダイナミクスと契約を結び、 アルタイ用のエンジンとトランスミッションを供給を受ける合意に至った。2021年3月、トルコ国防産業省のデミール長官は、2021年4月から、トルコ自動車メーカー BMC 社が開発した、国産戦車用エンジンの試験を実施すると発表した。トルコ国防産業省によれば、海外から購入したエンジンは、アルタイ戦車の初期量産型に使用され、 高期量産型に国産エンジンを搭載する方針。2009年4月29日、トルコの防衛産業長官、ミューラッド・ベイヤーは、アブダビでの第9回アイデックス国際防衛産業フェアにおいて、トルコの戦車はトルコ国内のリソースのみを用いて生産されるだろう、ことを確実にした。彼はこれに加え、先週には研究が始まっており、3年以内に、 トルコ陸軍の必要に応える特別に設計された本物の戦車が作り出されることを期待していると述べた。2010年9月の時点で国防産業時間による戦車用サブシステムとソフトウェアの承認をもってアルタイ計画の概念設計の段階は完了した。これにより計画は終了が30.5ヶ月に予定される詳細設計の段階へと前進した。 詳細設計の作業範囲とは、選定された戦車用サブシステムのためにインターフェースを設計し、完成させるものである。2010年10月15日、オトカはマトゥー及びレンク社とのパワーパック供給の契約にサインした。同年12月15日、防衛産業執行委員会は、国産パワーパックの開発開始を決定した。2011年5月10日、 防衛産業時間により、アセルさんに、戦場目標識別装置試作機の設計開発の契約が結ばれ、翌5月11日、イダフ2011にて、アルタイ戦車のモックアップが一般に公開された。2012年10月18日、アルタイ戦車の大やけが開始されたが、最初の試験車両は、サイドスカートを装備しておらず、砲塔は、モックアップを搭載していた。 同年11月16日、2両のアルタイ戦車は、成功率に受領試験を通過し、予期されるより2年早く連続的な生産への道を開いた。最初の生産分、4両の生産が決定しており、2012年に生産された2両の試作車両は、トルコ陸軍に配備された。残る2両は2013年か2014年に生産される予定とされていた。 トルコ陸軍との契約で、アルタイ戦車の入札競争は250両の生産バッジにつき20億ドルになるものと算定された。3つ以上の同様のバッジが予期される。2013年4月、サウジアラビア陸軍の公式報告では、アルタイ主力戦車に関心を持つようになったことを示している。同年8月、オトカ社は、アルタイ戦車77両のオマーンでの提供に、 努力していた。イダフ -2013 にて、アゼルバイジャン陸軍は、アルタイ戦車への関心を明確にした。ありがとうございます。